もうなんかめっちゃテイスト変わったなっていう。そうですね。でもありつつもタイムリミットサスペンスの小芝さんっていう女優さんがすごい可愛くて、皆さんこんにちは。こんにちは。せーの、映画館に行こう。2週連続でございます、N グローイングの大谷哲樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ですね、大谷さんにはですね、先週でもないか、前回はめちゃめちゃこうふんわりした荻上直子監督の映画をご紹介いただきましたけど、今回はこれホラー映画って言って、そうですね、ホラー映画だもんね。ホラー映画です、ね。はい、あの皆さんよくご存知の貞子新作やってまいりました。これタイトルなんて呼んでるんですか。これが貞子 DX になります。あ、貞子デラックスじゃなくて。そうなんです。 DX、はい、実はこの DX というのにも意味がある、意味がある、ありました、はい。じゃあちょっとあの皆さん、ホラー映画が苦手っていう方もこう指の間からね、ちょっと予告編を見てください。どうぞ。見ちゃったの、呪いのビデオ。呪いなんてありえない、みんな科学で解明できるはずです。貞子ウイルスはどう変異しようとしてたんだ。誰だよこんなのネットに上げたやつ。爆発的に再生数を伸ばせば人類は滅亡する。残り時間は、このままじゃ感染が広がる。何なの。貞子ということで、はい、あのこれまでの貞子を知っている方にとっては、この映画もうなんかめっちゃテイスト変わったなっていう。そうですね、はい。もう監督の方が木村久さんっていう方で、うん、この方のこれまでもいろいろ作品手がけてるんですけれども、まあ、ドラマでいうとトリックという作品だったり、中村圭さんの、そうですそうです、だったりとか、まあ、あと映画ですと詩人層の殺人という浜辺美波さんが出演されている、はい、まあ、これもちょっとサスペンスチックのものと、あとはあの最近ですと松本潤さんが出演されて 99.9 という作品を撮られているんですけども、この作品からもちょっと分かるように、ちょっとなんですかね、コメディというか楽しい要素も強い写真を多く撮っている方なんですよ。なんか引くぐらい笑っていいのかどうかみたいなシーンもあって、はいはい、お話としては、まあ、あのビデオテープによってまた貞子が出てくると、はい、ね、見てしまうとビデオをね、はい、敷いてしまうという設定は一緒そうなんです、なんですが、はい、もうこれどこまで言っていいのじゃあここで、ね、はい、紹介させていただくと、言っていいところまで言ってください。ありました。今までの貞子ですと、まあ、初期のリングは1週間ですかね、うん、あの一応期限があったんですけど、今回それがギュッと凝縮されて24時間になってしまう、はい、で主人公の小芝風花さん演じる、IQ200 の女子高生、うん、女子大生ですね、めっちゃ賢い大学院生、はい、そうなんですが、その、謎を解き明かしていくというホラーでもありつつもタイムリミットサスペンスの要素があるという、うんうん、ちょっとこう変わったテイストの新作になってます、ね、はい、しかもその貞子のそのいわゆる起きてくる現象を科学的に解明しようっていうね。そうなんです、そうなんです、呪いではなく、これは科学的に解明できる、そんな呪いなんてないんだよみたいな、はい、なんかそういうテイストがあったりとかする。そうですね、まあその最初の方にもちょっとこう言いかけましたけれども DX、うん、デジタルトランスフォーメーションという意味なんですね、はい、でデジタルトランスフォーメーションというと、まあ、IoT とか AI 技術とかこの最近のこの新しい最新技術というんですかね、から、どんどんこうそれを使っていってより良い社会にしていこうという部分があったりするんですけども、今回の作品でも、まあ、それこそあのリモートで の通話のビデオ通話のシーンが出てきたりとか、あとその SNS の要素がちょっとついてきて、そこでこうね、いろいろ出てくるというところが面白い作品になってます。いや本当なんかあのこれまでの貞子を知ってる方にとっては最初ちょっと戸惑うかもしれないなって思ったんですけど、出てるその、ま、あの主人公と一緒に貞子 その謎を解明する役に川村一馬さんが出てらっしゃるんですけど、はい、ランページの、はい、今若者に超人気の彼が王子様みたいな役で、これを笑えますよね一人浮いてるキャラみたいな、はい、そうなんです、
キャラクターがね、いかにもそれぞれのキャラクターがかなり濃いキャラクターになってますね。濃いんですよ、はい、だからそういう意味でなんかちょっと笑ったりもできるし、でも貞子は確実にやってくるし、しかも普通のやってき方じゃん。そうなんですよね。ないんですよ今回、はい、まあ井戸ももちろん出てくるんですけど、いやもうこっから言っちゃいけないよね。そうですね。実は今貞子さん、うん、YouTube やってらっしゃって、え、 YouTube やってるんですか？そうなんです。あ、ここにリンク貼っております、はい、ここでこちらです。皆さんご覧ください。 そちらもぜひ見ていただきたいんですけれども、はい、どんどん、ね、キャラクターとして貞子が人気者になっていくというか、一番最初のリングを見た時は本当に怖かったんですよ。で今回はちょっとビデオの映像もちょっと変わってますよね。そうですね。ね、すごいびっくりしたのは、ここは言っていいと思うんですけど、貞子目線、うん、貞子キャッチアイみたいな、うん、貞子の目線でずっとカメラが動いたりするでしょ。そうですね。はいはい、貞子かよみたいな見てて、貞子この景色を見てるのかみたいな、うん、そんなシーンも冒頭とかにあったりして、うん、なんか、え、新しいとか、ね、そうなんですよね、めっちゃ思いました。まあ、もちろんその、ね、VHS も出てきて、うん、でその映像というところで、まあ、過去作のなんですかオマージュというかそういう部分もあるんですけれども、それがいかに現代の形に変わっていくか、進化していってるのかというところをぜひ注目してみていただきたいです。いや本当です、うん。まあ、かなりね、ラストはあこの終わり方に持っていくのかという、ね、うんうんうん、衝撃はあったので、本当本当衝撃がありました、はいはい、その部分もねどうなるのか考えながら見ていただけると、うん、より一層ね楽しめる、ね、このまた小芝さんっていう女優さんはすごい可愛くて、はい、キュートの方ですね。そうなんです、うん、若い人に人気のある人ばっかりやっぱりこう出て、うん、映画がこうずっとこう、ね、作られて続けていくっていう ね、 うね、はい、もう約20年続いてますので。あ、20年続いてるんですか、はい、あ、そうですか、ね、ハリウッド映画にもなったりして、はい、ね、じゃあ24時間で人がビデオを見たらどうなるのかっていうのをこれちょっと確かめてほしいなと思います、はい、これいつ公開ですか？はい、こちらの作品が10月28日から、うん、東宝シネマズ梅田ほかで公開となります。はい、はい、ぜひ皆さん貞子の新しい世界観を味わっていただきたいと思います、はい、大谷さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。